おはよう。かおりんちゃん、またなでなでしようか。よいしょ。いきなりブラシでもいけるかな。はいはい、大丈夫ね。気持ちいいね。
チャカチャ言うのも怖かったね。ちょっと待大丈夫。かおりんちゃん、すれば大丈夫でしょ。うん、もうシャア言っても変わらないからやめとけ。お兄ちゃんさ、1階にさ、おもちゃ全部あるけど上にも着いたわ。お兄ちゃん、はい、どうぞ。ご飯だよ。はい、どうぞ。どうぞ。伝説のブラシを受け入れましたよ、この人。よかったね、かわりんちゃん。はい、それ、忘れてた。あのさ、おもちゃ買ってもいい、かわりんちゃん。はい、まあいいんだけどね。2階と3階にも少しおもちゃ持っていかない、ね、あんちゃん。はい。
おっちゃんだとダメなの？なでなでさせてもらえませんでした。はい、どうぞ。じゃあ食べて、食べてごらん。あのね、食べてる時に撫でるとね、なでなでの方が好きになっちゃってね、うん、食べなくなっちゃうね。いいよ、ずっちずっちやなでなで好きなんです。なでちゃん、ほらシュリシュリしてないでご飯食べなさい。なでちゃん、ご飯だよ。ご飯どうぞ。よかったり良くなかったりということで、その時々でこのブラシを警戒することのある、カオリンちゃんにブラシ大好きになってもらうため秘密兵器、これは定期的に秘密兵器出ますね。はい、はい、カオリンちゃん体は小さいけどもう大人なので、おつらいたっぷり。あ、ジャンクも来ちゃいましたね。はい、みんな来ちゃうね。どこかちょっと、君たちには何であげればいいかな。じゃあブラシはカオリンちゃん用になっちゃったので、じゃあ、どうぞ。はい、ポンちゃんも来ましたよ。いいの？大丈夫だと思うんだけど、ポンちゃんあんまり好きじゃないかも。ポンちゃん、はい、香りのおかげでまたたびパーティー。あれ、あのポンちゃんはさ、はい、ポンちゃんまたたび舐めてないのにカメラにすり寄るんですか？だってポンちゃんカメラ好きだもんね。カメラにスリスリするのが大好き。
しいですか、パンちゃん。サンドイッチも美味しかった。爪がまだとんがってるね。早く爪切りたいね。はい。あ、また旅を申して。おや？あれ？